で、ここでは最後に、受信表記の、実数の受信表記からですね、2進表記に直す例題を一つ、解いてみたいと思います。ここでの例題は、マイナス91.1を2進数で表しましょうということで、条件としては小数は以下の通り表すことにします。有理数は有限の小数か準か小数。それから無理数は小数第9位で0者1人と。0者1人という言葉は初めて聞くかもしれませんけれども、2進数では1と0しか値がありませんから、だから小数第9位が0であれば繰り下げで、1であれば繰り上げということですね。それからと、負の数は整数図8桁の2の歩数で表すと。で、今回、そのマイナス91.1という負の、数を扱いますので、ここは2の歩数で表すという点に注意してください。で、一応、これまでの計算、授業で実は、今日の授業で扱った計算からですね、整数部と小数部を分けて、計算するということでしたので、91.1の整数部の受信数の91というのは、2進数だと101101になります。それから、0.1の、受信数の2進表記は、0.00011001という、循環節が出たはずになります。で、そこでですね、まず、91.1、受信数の91.1を、2進数で表しますが、一応今回はその整数部8桁の2の歩数で表すと書いてますので、整数部は8桁ですね、上の桁の0も含めて8桁で表すことにします。そうしますと、91.1はですね、ここにあるように0101101011.0の0011001001という形で表されますので、今度はこの90、マイナス91.1ですね。これを2の歩数を用いた2進数で表しますと、これは2の歩数を扱った時のことを復習しますと、基本的には1を0に、0を1に全部変えればいいっていうわけですね。で、そういうような形で表すと、マイナス91.1の受信表記というのが、2進表記では、101001001で、次の循環節が1100という形で表されます。で、ここで一つ注意なんですけれども、循環小数を2の歩数表示で表した際に、確か以前、最初の授業の方で、この2の歩数で負の数を表したときに、一番下の桁に1を加えるという操作を行ったことを覚えている人もいると思います。で、循環小数に関しては、そのルールは使わないという点に注意してください。循環小数の符号を2の歩数で反転するときには、その全桁を反転させるだけで、末尾の桁に1を加えることはしません。というふうに注意してください。その理由をちょっと説明します。循環小数はですね、ここですと、この上の91.1の小数部ですと、0011がずっと続くわけですね。これに対して、その2の歩数で表したそのマイナス91.1の小数部っていうのは、1とあと1100ではずっと続くんですけれども、で、一応この、両者の数を加えると0に等しいっていうことが示せるはずですから、この両者の数を加えてみます。そうしますと、実はこの小数部に関しては、この全桁、このずっと1がずっと続くわけですね。で、この1がずっと続くっていうのは、この計算、この実数の中に埋め込んで計算していると思えば、実数の連続性から、この1がずっと続く桁は0.111111って、2進数ですね、0.1がずっと続く桁っていうのは、結局これは1に収束しますから、これで1を表していると見なすことができます。で、あとは上の桁にその1をどんどん繰り上げていくと、結局この2つの数の和っていうのが0になってですね、数学的には一貫性が担保されますので、ですので、こういう理由でですね、循環小数の2の歩数での、負の数の表記の時には、1を末尾の桁に加えるということはしないということを注意しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。
はい、今回の、授業のまとめです。今回はホーナー法による一元性多項式の評価について、説明しまして、それからホーナー法のアルゴリズムについて、説明しました。まあ、計算量についてはちょっと皆さんにこれから考察していただきます。で、まあ、それとあとはホーナー法の応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから小数分数の二進十進変換の計算法を扱いました。で、第6回、次回はですね、多項式や多倍調整数の乗算、それから多項式の常用付き乗算について説明していきたいと思います。まあ、テキストではそれぞれセクション 2.3 と 2.4 にありますので、まあ、必要な方はまた適宜予習などしてきてください。はい、他にここまで何かございますでしょうか。はい、それでは今日の講義はこれでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。